初めまして。初めまして。元選手の金平と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのちょっと聞いた話によると、小葉照義さんの大阪支部の小葉照義の家の近所。あ、そうです。家はすごい近い。近いですか。はい。あの師匠。師匠なの？はい。プロペラとか作ってもらってる。はい、見てもらってます。私もね、実は師匠なんですよ。あ、小葉さん。うん。あ、そうなんです。すいません。あ、よろしくお願いします。遅れました。はい。小葉さんってどんな感じの先輩？すごい優しくて、でもこうちゃんと見てくれて、うん、面倒見いいですよね、はい、うん、小葉さんってね、私にはすごく厳しかったんですよ。もう鬼瓦ですよ。あ、そうなんですか、はい、もうすごく厳しくて、レース中は、はいはいはい、先ほどみたいなレースが私もできてたら、なんで同じ師匠なのになぜ私があのレースはできなかったのかなと思うんですけど、いや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 、いい先輩なので、これからもいいプロペラ作ってもらって、はい、そのプロペラを使ってレースしてるんですか？あ、はい。若手の選手の中ですごいアウトからいいレースすると私は思ってるんだけど、ありがとうございます。すごいまで目立ってると思うんだけど、うん、今日も1レースすごいいいレースしたよね。ありがとうございます。うん、すごいアウトから、うん、いつもイメージ、よそのレース場で見るイメージ、その通り朝のレースで1頭取ってたんだけど、うん、自分的にはエンジン的にはどう？今節ですか、うんうん、普通ぐらいだと思います。まだちょっとあんまり分かりきってないです、自分のエンジンのこと。だいたい何をするかっていうのは明日からのメニューは決まってる？じゃあプロペラと今ギアケース詰めてみて、うん、ちょっと詰めすぎた感じだったので、うん、また戻してやってみたいです。今日はちょっと寒い感じがするんだけど、明日また気温がどう変わるかわからないし、はい、また乗ってみてかな。はい、うん、そう、はい、住之江ではどんなレースしたいと思います？本当は外から握って全部まくれたら一番いいんですけど、うん、理想だよね。はい、理想はそれなんですけど、うん、とりあえず握っていこうと思います。ファンの人に明日からの抱負っていうか、何か伝えたいことがあったら一言言ってください。あ、明日からも頑張るので応援よろしくお願いします。だからね、もうずっと一日中追っかけててんから。あ、うそ、もう気づかなかったわ。もう上から瞬で見てバタバタしてたし、誰でもいいからちょっと来てみたいにして捕まえて、うん、でもインタビュー来ても、あ、ごめん、もういい、もういい、そうそうそう、だから私行かなかった。私ね、話しかけないオーラを出してたんだけど、今いい、やっとホッとしたでしょ。もう特訓の前から、うん、もうね、もうバタバタ違う。だってあのほら、8レースとか9レースの後の特訓だとさあ下がって下がって言って見てた見てた。だから、うん、これやばくないと思って、うん、もうちょっと10分前だったけどペラ叩いて、うん、行ったら本番のサテンジは、うん、なんかいい感じ来たんじゃない。スタテンで分かるよね。うん、分かる分かる。いい悪いっていうの大体、だって、ね、悪い時はもうそこでこうやって下がるもん。うん、今はもうちょっと、うん、あれ。で、展示タイムも一番、展示タイム結構重要。展示重要 ね。あと2マークとね。そうそう。うん、58。いや、うん、直してるよ。やっぱりこのペラだ。これでもね、もともとスミネ用のペラだから。あ、そうなの。うん、マッチング。そう、うん、違う違う。低調気はさすが。違う違う、この気温が良かったと思うよ。まあ25度だもん。ちょっと明日気温変わるけど。不安、ちょっと上げていこうかしら。大丈夫、日高選手なら、うんうん、ちょっとね、回転上げる方向で明日は、はい、ちょっともう一つね、ペラ叩くとこ思いついたので、思いついたから、はい、はい、明日もよろしくお願いします、はい、頑張ってください。ご苦労さんです。